まずは、自分がゴールを決めてチームを勝たせれたことが一番嬉しいです。外から見ててなかなかゴール前まで行く回数が少なかったんで、自分が、出た時に相手が嫌がるようなプレーをして、絶対自分がゴールを決めてやるぞっていう気持ち、強い気持ちを持って敵に入りました。まずコーラがボールを持った時に背後へのスピードが空いたので、ファーストタッチがうまく決まったんで、後ろから相手が綺麗なんですけど、しっかり体でブロックして、キーパーしっかり見てシュートを打つことができたんで、よかったと思います。点を決めた後の、その最後の粘り強さだったり、堅く守備で守る部分は、この九州大会でチームとして、そして個人としても成長できたと思います。4月の21日から全国大会があるので、そこでも個人としてもそしてチームとしても結果を残して勝ち上がりたいと思っているので、応援よろしくお願いします。やっぱり自分自身も新人戦でトリニータに負けて悔しい思いして、半年、3ヶ月間やってきたんで、ここで勝てたのはとても嬉しいです。自分が良かったのはやっぱりチーム全体に声をかけれたことで、確かに攻撃のところはあんまりうまくいかなくて、我慢の時間だったり、みんなが文句言うときもあったんですけど、自分はプラスの声をかけてしっかりやろうっていう感じをみんなに伝えられたので、そこが良かったかなと思います。やっぱりチームとしても優勝できてなくて、さっきも言ったんですけど、自分も優勝経験がないので、やっぱこういう経験ができたのは自分自身にとってもアビスパのアカデミーにとってもいい影響だなと思います。リーグ戦はやっぱりプレミア昇格を目指して戦い続けるので、やっぱ連勝、あと3戦前期あるんで、そこ全部勝って1位で折り返すのと、全国大会はまず1勝以上で、グループステージトップを目指して頑張っていこうと思います。試合前にもそういう7年ぶりの優勝がかかった試合っていうミーティングで言われてて、意気込んでたんで、しっかり勝つことができて本当に良かったです。入りからあんまいつものように2トップパワー出せなくて苦しい時間が続いたんですけど、やっぱディフェンスラインとリク、キーパー中心にしっかり苦しい時間帯もゼロに抑えることができて、ワンチャンスをレントが決めてくれたんで本当に勝ててよかったです。まず自分は去年も試合に出ていて、この西高台でギラバンツに負けて、去年は全国に出れなくて本当に悔しい思いをしたんで、本当に今年こそは絶対全国出るっていう強い気持ちを持ってたんで、まずはロアッソ戦みんなで勝てて、その後トスで、トスもチーム一丸となって攻撃と解消することができて、今日も内容は良くなかったですけど、しっかり勝ち切ることができて本当に良かったです。個人としてはトス戦のようにしっかりペナ内に入って点を決めることもできましたし、個人としても突戦は良かったかなと思って、チームとしては今日みたいに、なかなかうまくいかない内容の中でもしっかり、守りきって、カウンター1点決めて、勝つことができたっていうのは、全国に出てもそういう試合増えてくると思うので、本当に大きな成長につながったと思います。まずは来週も、突セカンドが待ってるんで、突のA には勝ったんですけど、 B も絶対リベンジの気持ち持ってやってくると思うんで、しっかりまずそこで勝って、勢いに乗って首位の2勝を倒していい流れに乗って、全国大会では、3年連続、1勝もできることなくグループステージ敗退なんで、今年はしっかり勝って、より良い順位を取れるように、頑張っていきます。応援よろしくお願いします。前回この大会を優勝したのが7年前ということで、久々の優勝があるチャンスが巡ってきたので、
そこでしっかりチームとして戦って勝って優勝したっていうのがすごく嬉しいです。まあ、先週の突戦と同じように、まあ、ちょっと守備の時間が長くなってしまったんですけど、そこでチーム全員でしっかり粘り強く戦いながらカウンターの一本をしっかり決め切って勝つっていうのが、まあ、今年のチームのそれが特徴でもあるので、そこがうまく出せて勝てたのは良かったなと思います。まあ、相手のサイドハーフっていうのがかなりストロングポイントなので、そこをしっかりまず仕掛けさせないっていうところと、まあ、多少ボールを持たれてもいいっていうような考えでゲームに入っていたんで、最後のシュートのところだったりゴール前っていうところだけはやらせなかったので、まあ、そこが良かったんじゃないかなと思います。まあ、まずは優勝っていうのはあまり考えてなく、目の前の一戦一戦をしっかり戦って全員で 100% で戦ってきた結果がこういう優勝につながったので、まあ、リーグ戦と同じように1試合を大事にするっていうチームの目標っていうか目標がしっかり出たので良かったんじゃないかなと思います。と、まあ、まずは足を実際に運んできてくださったり、ツイッターなどの、などで情報を、ツイッターとかで情報を得てくれて、しっかり応援してくれてるっていうのを自分たちの耳にも入っていたので、まあ、全国ではまずはグループステージをしっかり突破して、アビスパとしてまあ3位以上歴史を塗り替えられるようにしっかり頑張っていくので、これからも応援よろしくお願いします。優勝チャンピオン、優勝チャンピオン、これは90チャンピオン、いいよいいよ、この瞬間取ります。90チャンピオン、さあ